皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は食べ頃スーパーモンキーボールのファミ通紹介をしていきたいと思います。Wii の名作スーパーモンキーボールウキウキパーティー大集合が食べ頃な内容と価格で リニューアルされています。まあそうですね、 Wii の Wii 版の発売から13年、美味しく熟した食べ頃でお召し上がりください。ちなみにスーパーモンキーボールとは、2001年にアーケードで登場したモンキーボールがスーパーの名を冠してゲームキューブになった作品ですね。まあ、この作品以降 Wii をはじめ様々なハードで最新作がリリースされています。タイムアタックモードを搭載しています。これは新しく実装された新要素で、メインゲームのステージを連続でプレイしていかに早くクリアできるかにチャレンジできます。タイムアタックモードはネットワークを介したランキングにも対応しています。世界中のライバルを相手に腕試しをしましょう。ボールを転がしてボールを目指します。スーパーモンキーボールはお猿の入ったボールを転がしてボールを目指します。シンプルなゲーム性と操作が売りのアクションゲームで、メインゲームは100種類以上のステージが収録されています。バラエティ豊かなステージを収録しています。ステージの難所を突破しましょう。なんかレースゲームみたいなものですかね。まあ個性的なキャラクターが登場します。まあこれにはアイアイやミーミーなど操作可能なお猿たちは6キャラクター用意されています。スピードやジャンプといった能力が異なるので、自分に合ったお猿を見つけましょう。スピード、大きさ、ジャンプ、重さ、バウンド、ライフの能力があるようですね。まあちなみに大きさなど、スピードやジャンプの他にバウンド、大きさ、重さもライフが選んだキャラクターによって、変化します。そうですね、パーティーゲームで盛り上がりましょう。最大4人で遊べる全10種類のパーティーゲームも収録されています。まあハードル走やシューティングゲームのようなスペースモンキーアタックなど、バラエティ豊かになっています。単体でのプレイや連続でやり込む要素も楽しめます。そうですね、やはりモンキーボール、まあそうですね、ジャンプ力が高ければ障害物も楽勝に超えられそうですね。バウンドはなんかあれですかね、ジャンプした後のもう一回ジャンプ、何もしなくてももう一回ジャンプできるという、まあ、これによって機動力が、まあ、多少なりともスピードがちょっと速くなるんじゃないですかね。大きさによって、まあ、なんか障害物をのけやすいみたいな、まあ、重さと併用するといいみたいな感じになると思いますね。ライフは普通にもう体力じゃないですかね。それはまあこのバナナみたいなやつがライフですかね、多分。まあどういう、まだまだ発売されたばかりでよくわかりませんが、今回はこの辺で食べ頃スーパーモンキーボールのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。